の得点になるわけです。そして順位を決めていくというわけでございます。そうしますとこの紅白というのは紅白試合ですね、これは自分の必ずしも得意の技、手ですか型ですね、が来るものではないわけでございますね、はい、小さい人が重厚な型をやらせられたり、はい、大きい人がツバメのように飛べなんて言われてやらせられたりですね、はい、まあ、そういうところにやっぱり試合としてのやっぱり面白みがあるんじゃないかと思います。そうですね、まあ、型を演ずる方には大変でしょうけれども、はい、試合の面白みとしましてはその辺のところが大変に興味があるわけでございますね、はい、そうです。まあ世界選手権でもこの2人がもうしょっ中心を争っているということですね。あ、この2人が、はい、もうある意味ではライバル同士ということですね、もう徹底したライバルだし、また大阪選手の方は几帳面なですね、はいはい、基本の正しいそのどっちかというと、まあ、重厚な演技が多いしですね、はい、矢原選手の方は非常になんて言いますか、飛んだりいろんなやっぱ変化に応ずるですね、はい、バランス持ってますね。ただ大阪選手はいつも得意型には総鎮という型を使うんですが、はい、今日はそれを使わないで、まあ、この五重四方という型をやっておるんですけども、やはり慣れた持ち味のいいのがやっぱりいいですね。そうですか。その点ちょっとこの五重四方、はい、まあ素晴らしいとは思いますけども、はい、総鎮から比べるとやっぱり円熟度といいますか、はい、ちょっと足らないという感じがいたしますね。まあ、大阪選手のことですから何でもやりこなせますけども、はい、それでもやはり慣れた方というのは立派だと思います。ですか、それにちょっと足ちょっと痛めてるもんですからね。そうですか。装置のような踏ん張りの効く方を敬遠してこれにしたんじゃないでしょうか。そういった理由もあるかもしれませんね、はい。まあ、いつもの決勝戦よりは準決定戦よりはちょっと落ちる感じだけど、やっぱり点数はいいの出ますね。やっぱり気温がしっかりしてますから。大阪選手 42.4、 1位入賞ということでございます。ということでございますね、続いての選手でございます。総鎮という方でございますね。さっき香川選手が演じました方と同じ方です。はい、これは本当に大きな感じのする方でございますね。下半身ががっちりとして技を大きく使うというのが特徴です、はい。こう私たちが見ていましても、こう本当にこうゆったりとしている中にピシッとした感じがあるという感じがしますね。さすがにやはり大阪選手は
基礎が実に正しい基礎、はい、しっかりとした基礎を身につけておりますので、こういうことがやっぱり型になって出てくると思うんです、はい、何でもそうでしょうけれども、やはりその基礎ということが大切でございますわね。もう基本を失ったらもう空手ではなくなると思います。さあ、だいぶいい点数が出ているようでございますが、41.9。1 2 3
は動かした足がこう滑らないように気をつけて、これをグーッとこう押さえれるように、そしてお腹が前に出るように、この足をグッとこう滑る感じで下げないようにしてください。ポッとこう肘と肘をくっつける感じ、パーンと入る、はい、エチッ、もう一回やり直し、やめ、あげ、もう少し手をスッとこう動かすっていうね、こう慌てて手を動かしてるから、いいですか、みんな見てておかしく思うでしょ、こうやってるでしょ、これのとさ、ちょっとこの音全然違うでしょ、そうですね、もしタイミングのこれ、はい、上げ受けの用意をしてください、ね、同時に軸足を作ります、これを前へ、それからね、構えへ上げ受け、構えへ上げ受け、あるポイズ必ず上げ受けをする場合には用意を